というわけで、あの高橋の町にやってまいりました。あ、いいですか。美味しいですね。パリパリしてて、うん。おー、はい。はい。すいません。ありがとうございます。はい、というわけで今日も始まります。ぼっち旅ということで、第2回目のぼっち旅です。今日の舞台は高橋市に行こうかなと思います。まあ、歴史的にもね、まあ、いろいろあの城下町として栄えた場所、まあ、高瀬舟とかの行き来があったり、まあ本当に歴史が長い町にね、ちょっと行こうかなと思います。近場でいいんじゃないかとかね、まあなったりするんですけど、まあ元々、まあ、前も言ったんですけども、バイクを乗ってたんですよね。今はないんですけど、まあ、バイク乗ったらやっぱあのツーリングじゃないですけど、あの県北の方にね行ったりとか、右方向ですすることが多いんで、なんやろうな、なんかそういう癖があって、まあ、今でもよく車出すときはほとんど結構上の方行ったりとか、なんか落ち着いた場所に行ったりしますね。吉備津彦神社と吉備津神社の間ぐらいの場所にいるんですけど、そこから、総社に出まして、総社から、マビですね。このマビをちょっと北上しまして、そこから、総社と高橋の境目ぐらいに出ます。でそこから高橋市に入ろうかなと思います。まあ、基本的にはショートカットの道だと思ってくれたら、ショートカットかな、裏道かなと思ってくれたらね、いろいろと渋滞するので、今日はちょっとその辺を配慮して、まあ、ゆっくりぼちぼち行こうかなと思います。
ありがとうございます。さあ、買いました。このまま185線を突き進んで、高橋に着く感じです。よし。ちょっとね、無料駐車場が思ったやつと違ってて、今交番でね、お前さんに聞いたらちょっと違う場所にあるということで、よし、よし、ちょっとそちらの方に向かいます。なんかね、だいたい道に迷ったらね、おまわりさんに聞くんですけども、また今回も聞くことになりました。まあ、前回のぼっち旅も交番に行ってというか、まあおまわりさんはその中いないんですけど、電話でねやり取りしてのあれになったんですけども、今日もまた助けられる形になりました。というわけで、高橋の町にやってまいりました。まあ2度目ですかね、こうやって歩いていくのが。ビジネスホテル高橋、
栄町商店街。さて、今日は行ってみようかな。あ、でも後で行こうかな。もう一つね、気になる場所があるんですけども、まあ、前回もこの高橋の街並みの動画でねアップさせてもらったんですけども、この神尾というねアーケードの中にあるこのお店なんですけど、巨大な制服がねあるということで、和菓子屋さんが多いですね。はい、ちょっと今日どういう感じで買ったらいいですか。なんか長いんですか。もう長いですよ。もうと珍しいでしょ。そうです、珍しいですね。ね、なんか普通の和菓子屋さんとかね、うん、箱織りとかのやつは見るんですけど、こういう形で見るのが、ね、あ、いいですか。美味しいですね。パリパリしてて、うん、なんか昔食べたことあるような、ね、これはカリン、なんかこれは黒糖の黒糖、食べたことありましたね。いただきます。うん、あ、美味しいですね。美味しいでなんか懐かしいです、これは。ね、うん、あ、すいません、ありがとうございます、本当に助かりました、なんか、ね、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ね、はい、すいません、これもこのまま開けてても大丈夫。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。
はい。すいません、ありがとうございます。わ、来ました。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ぼっち旅、まあプラスアルファグルメ旅みたいな感じでね。でね、これ高橋駅から、備中高橋駅かなからすぐの、場所にあるね、このエリアです。もうね、簡単にね、その旅的な感じで行けますんで、皆さんもこの手軽にね、ぼっち旅できるかなと思います。駐車場はね、まあいろいろあるんですけど、有料駐車場とか無料駐車場が、時間制限が17時以降は閉まってるという形になるんですよね。まあ基本的には駅前の駐車場がいいかなと思います。はい、というわけでまたぜひ皆さんも行ってみてください。それではありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。